なんか知らんけどくすみが取れる、パーって明るくなるんで、もちもちプリンって感じのお肌になれるんで、不思議なセラムです。鎮静希望者のみ皆さんこんにちは、あかねです。今回は2020年下半期のベストコスメスキンケア編をご紹介していきたいと思います。いつもベスト5みたいな感じでご紹介してるんですけど、5個に絞りきれなかったのでベスト〇〇とか関係なく本当にいいやつだけを選んでご紹介していこうと思います。まずは美白特化トーンアップ系で選んだものはこちらです。メディヒールのホワイトニングバブルトックスセラムマスク、泡が出てくるシートマスクです。愛の不時着のドラマの中で使われてて知ったのがきっかけだったんですけど、商品名の通りホワイトニング効果が本当にすごくて、使った瞬間から肌がパーって明るくなるんですよ。韓国のメディヒールといえばマスクの女王みたいなブランドで、9点で買って、で、期待値高かったんですけど、それを超えるくらい良かったです。泡が出るタイプのシートマスクってその後に洗い流す必要があったりとか、毛穴を引き締める効果があったりして、ちょっと刺激が強いものが多いイメージがあったんですけど、これは私みたいな敏感肌でも使って赤くなったりもせず、即効性があって保湿効果も結構あるので、本当にもうほっぺとかもちもちプリンって感じのお肌になれるんですよ。特別な日の朝とか乾燥してる日の朝、くすみが気になる日の朝に絶対必要なやつ一回使って以来もうずっとストックで置いてます。やっぱね、メディヒール神です。続いてはスティラのワンステップコレクトアイコレクティング&ブライトニングセラム。見た目がすごくね面白くて、うにょうにょした液体が入っているんですけど、目の周りのくすみをめっちゃ自然に取ってくれる、カバーしてくれるものなんですよ。基本的にはメイク前に使うものかなと思ってたので、コスメ編で選んだ方が良かったのかなって思ったんですけど、 SPF が入ってないのでスキンケア編に部門分けしてみました。質感がこんな感じで、ストロベリームースみたいな感じなんですよ。手に塗ると、赤すぎないって言ってびっくりすると思うんですけど、この目の周りに塗るとなんか知らんけどくすみが取れる。これ何なんでしょうね、目の錯覚なんですかね。やっぱくすみってちょっと青黒くなるっていうか、その色に対してこの赤をのせることによって、この青黒さが中和されてトーンアップするのか、ちょっと科学的な理由はわからないんですが、最初使った時にこんな赤いの目に塗ったら絶対やばいと思って、やばかったらそれはそれで動画にしようと思ってたんですけど、塗ってみたらタイムスリップしたみたいに若々しくなってびっくりしました。不思議なセラムです。下半期にトーンアップ系で感動したものの一つです。ルックファンタスティックで購入できます。それからまだまだくすみ取れる系のスキンケアで、歌手のリアーナがプロデュースしてるフェンティービューティーというコスメブランドから出たフェンティースキンというブランドのファットウォーター、トナーセラムと日焼け止め入り乳液です。リアーナのコスメって人と地球に優しいものでできてるんですよね。なんか例えばこの容器も詰め替えができるようになってたりとか、そういった観点からも物の本質をなんか大事にされているんじゃなかろうかと、そんなね想像ができるかと思うんですけど、質感がですねこんな感じの少しとろみのある薄オレンジ色のトナーセラム。このとろみのせいなのか伸びがすごく良くて、塗った後はすごく潤うんですけどベタつかないみたいな感じ で、何より好きな点はお肌のブライトニング効果がめちゃくちゃいいので、これもねくすみを取ってくれるんですよ。トナーセラムって書いてあるように化粧水と美容液の 2-in-1 みたいなものなので、忙しい朝とかにもめちゃくちゃいいし、疲れて1秒でも早く眠りたい時でも肌もちゃんとしなきゃっていう時にもいい。普通はなんかこういうキャップが多いと思うんですけど、これはでカチッって回して出すタイプなので、せっかちのためのせっかちな人に向けて作ったのかなって思うくらい、なんていうかね合理的というかね、すごく考えられて作られてるなって思います。で、一応朝晩使えると思うんですけど、私はやっぱ朝メイク前にくすみを取りたいなって思うので朝使うことが多いです。で、それからこっちのね日焼け止め入り乳液なんですけど、これもやっぱ 2-in-1 的なところがあって、せっかちのためのスキンケアなのかなと思ったりするんですけど、これは SPF 入りということで、これこそまあ朝向けのものになります。質感はその名の通り本当に乳液なんですよ。で、
伸びもいいし、薄ピンク色なので自然にトーンアップしてくれるよっていうようなことが書いてありました。塗るとやっぱ潤うからなのかちょっとツヤが出る感じで、誰にも会う予定ない時とかは本当にこれだけでマスクして外出れるし、お化粧する時はベース代わりにもなるし、すごく便利です。ただね、言うとしたらちょっと香りがちょっと独特なんですよね。臭いわけじゃないので香りに敏感すぎなければ全然大丈夫だと思うんですけど、なんかねお寺っぽい香りがするんですが、まあでも最初ちょっとびっくりしたんですけど、でも今慣れてきたらお寺の香りすることも忘れてました。それから次は鎮静系のスキンケアです。もう今年は本当に鎮静のスキンケアめちゃくちゃ試した1年だったんですけど、私のこの慢性的な赤ら顔、これを一番鎮静してくれた即効性のあるものがこちらです。ブリーブリーのよもぎバランスエッセンスです。これ何度も動画でご紹介してるので、またそれって多分思うと思います。で今回はもう一つ紹介したいものがあって、こちら同じシリーズのよもぎバランススポットパッド、この2つが本当に良いです。もう大好きすぎてシリーズで全部揃えてみたんですけど、その中でもやっぱりこのよもぎバランスエッセンスとスポットパッドが一番赤みに効きました。いつもこのエッセンス使う時はコットンパックしてほっぺたとおでこにのせてっていう風に使ってたんですけど、まずこのパッドのおかげでその手間がいらないというだけでもありがたいし、こんな感じでねちゃんとこういうのがついてるので衛生面もありがたい。こうやって1枚1枚取り出すタイプなんですけど、美味しそうな見た目はしているんですが、これはね本当にね鎮静効果がすごい、そしてね即効性もあるのが嬉しいところです。エッセンスの方の質感はサラッとした液体で、これの成分がよもぎ 100% でできているらしいので、香りがね本間もんのよもぎの香りがするんですよ。そういう自然派由来なところもすごくいいなと思って大好きです。これもねエッセンスだけはストック買いしてます。スポットパッドも今後ストック買いする予定です。これなんかもともと韓国でもすごく人気があって、ブリーブリーの公式サイトでも完売してて買えない時とかもあるんですけど、ニキビ肌とか肌が敏感で赤くなりやすい人にすごくおすすめです。なんですが極度の乾燥肌の人は微妙かもしれないです。これは本当に鎮静希望者のみ使ってみてください。鎮静と保湿どっちも欲しいって人は他の方法で保湿した方がいいと思います。なんか保湿に特化したオイルを使ったりとか、スリーピングパックを上から塗ったりとかした方がいいくらい保湿はちょっと足りないかもしれないので、あくまでも鎮静希望者のみ受け付けております。続いてがネイルケア編です。今年コロナとかでネイルサロンに今までのように行きづらくなったりとか、シンプルにこう外出する機会が減ってジェルネイルいるっけってなった人もう多かったんじゃないかなって思うんですけど、私もその一人で、もう今年ね10年ぶりぐらいに地爪に戻したんですよ。で最初の頃はマニキュア塗ったりしてキラキラさせたりしてたんですけど、セルフネイルってすぐ剥がれちゃうから地爪を綺麗にするのが一番なんじゃないかと思っていったところ、ラッシュのレモンの指先っていうネイルクリームを見つけて、もうほんとねマニキュアいらないくらい爪がすごく綺麗になりました。その写真がこちらです。いや元々どんだけボロボロだったんって感じだと思うんですけど、これねインスタにアップしたら保存件数もなかなかすごくて、地爪ケア気になってる方多いんだなって思いました。で質感はこんな感じで、爪に塗り込むとさーっと溶けていってで全くベタつかないんですよ。ネイルクリームを爪に塗った後にパソコンのキーボードとか触ってもベタベタにならないのですごく使いやすいです。そして何よりも爪が超潤う。爪も皮膚の一つらしくてちゃんと保湿してあげるのが大事なんだそうですよ。これを使い続けてからみるみる爪の縦割れが改善され、ていうかもうこれ使い続けてっていうか1日でめっちゃ復活したんですよ爪が。で私の場合は弱りすぎてたのが原因の一つかもしれないんですけど、こんな言い方あれですけど、たったクリーム1個で爪ってこんなにすぐ元気になるんだと思って生命の素晴らしさを感じました急に壮大なんですけど、レモンの柑橘系の香りでオーガニックアボカドオイル、マンゴーバターの濃厚な潤いのベールが美しい指先に仕立てますって書いたんですけど、本当にこの通り美しい指先にしてくれます。ジェルネイルやめたての頃はやっぱりどうしてもね爪薄くなってしまうのは仕方ないと思うんですけど、それにしても薄すぎてシールも剥がせない
ないくらい爪が弱っちゃったんですけど、それはね、あのネイルサロンのせいとかじゃなくて、多分私が何も考えてなかったんですよ、爪のケアを。自分のせいなので仕方ないんですけど、今はこんなに綺麗になりました。マニキュア塗ってないんですよ。自分でもびっくりです。でもちょっと伸びすぎなのでもうちょっと切ろうかな。こんなに伸ばしても全然折れる気配もないし、なんかね、元気、爪が生きてるって感じこれもね、速攻性があってめちゃめちゃいいです。ではね、最後に髪の毛系、こちらです。じゃじゃん、ビオリスのボタニカルエステティックシリーズです。シャンプーとヘアパックとコンディショナー。私はもともと髪がすごく猫っ毛で細くて痛みが目立ちやすいタイプなんですけど、これにしてからめっちゃしっとりまとまるようになりました。私が崇拝している石井美穂さんが PR されてたのをきっかけに知ったんですけど、最初にこのヘアパックを使ってみたら、ヘアエステしたようなプレミアムな指通りの髪へって書いてあるんですけど、このね、キャッチフレーズのまんまで、このゴワゴワの髪がサラサラになって、これめっちゃすごいじゃんと思ってシャンプーとコンディショナーも買ったんですよ。で、正直ね、シャンプーはね、普通っちゃ普通、普通にいいっていう感じで、私が推したいのはヘアパックとコンディショナー、これがすごく良いです。なんかね、ちょっと広がりやすい髪の毛をピッとこうまとめてくれて、なんか柔らかくて指通りのいい髪にしてくれます。私の母は私よりも髪がめっちゃ細くてボリュームが少ないタイプなんですけど、そういう方は逆にこうまとまりすぎちゃってちょっとペタンとなっちゃうかもしれないっていうくらい、なので私みたいな猫っ毛で傷んでて枝毛切れ毛やばい人におすすめです。前ね、自分で髪を染めたらもうほんとバッサバサになっちゃって、その後に使い始めたらすごくね、髪が生き返って本当にびっくりしたので、今回ベストコスメに選んでみました。で、髪の毛系で最後にタングルティザーのブラシ、ちょっと可愛いたわしみたいな見た目をしてるんですけど、傷んでる髪にも絡まずに使えて、美容師さんにおすすめされた時はサーフィンする方の紫外線と海にやられた髪の毛の人でもスルって溶かせるよって言われて買ったんですよ。最初にこれを買って使ってて、で、すごく良かったので、一つは洗面台に置いて、一つは鏡があるお部屋に置いて使ってます。なんとなくね、頭皮のマッサージにもなる気がするし、こういう使い方はちょっと違うかもしれないんですけど、なんかこれで溶かすとね、すごいサラサラになるんですよ。ブラシにどうしても抜け毛が挟まるじゃないですか。そんな時にもペリッて剥がしやすくて、衛生面的にもすごくいいなって思ってるのでおすすめです。なんかネットで買うと偽物があったりもするらしいので、一応ちゃんとしたところで買った方がいいみたいです。プラザにも売ってたので、そういうところでもね、ぜひ見てみてください。そんな感じで今日は2020年下半期のベストコスメスキンケア編をご紹介しました。明日はコスメ編を紹介しようと思ってるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。あと皆さんのベストコスメもあったらコメント欄で教えてください。ではこの動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとかコスメのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。